瀬戸神社は、神奈川県横浜市金沢区瀬戸にある神社、瀬戸三島明神とも呼ばれる、旧社格は豪社。現在は、宗教法人となり、神奈川県神社町の県兵士参考神社となっている。古代、現在の泥亀町からかマリア東に渡る一帯は、入江となっており、現在当社のあるあたりの狭い水路によって、平方湾につながっていた。この水路は、 罪み絵を流し去る神聖な場所として、渡積みが祀られるようになった。境内やその周辺は、縄文時代以来人類が生活していた場所で、瀬戸神社旧境,境内地内遺跡と呼ばれている。1987年以来の幾度かの発掘調査で、縄文会新規の破職台や縄文土器、古墳時代の弾木や貝塚、室町時代から、江戸時代に至る貝塚や陶磁器、 遺構などが発掘されている。自称4年、源頼朝は伊豆で挙兵した際に加護をもらった泉島明神をこの地に誕生し、社殿を建立した。これが今日に至る瀬戸神社の創建である。室町時代には鎌倉久保が瀬戸神社を参拝する慣例があり、鎌倉年中行事にも4月8日を恒例の参拝日として記述している。祭神は、 主審が、大山隅神で、他に灰神として、須佐の尾の命、菅原道真公など11柱。最寄り駅は、京浜急行電鉄、横浜シーサイドラインの金沢八景駅で、瀬戸神社までの所要時間は共に、徒歩5分ほどとなっている。新編鎌倉市 1915P141AB、瀬戸神社略演技より横浜市埋蔵文化財。 センター2013年、瀬戸神社休憩第一内籍発掘調査報告、森本正宏、瀬戸神社に来た、足利持ち封初集、上田誠平編、シリーズ、中世関東武士の研究第20巻、足利持ち封 ISBN978 から4、か86ら 8640319818ABC、指定、登録文化財目録、横浜市教育委員会、 2020年5月25日閲覧、ありがとうございます。